さあやってまいりました。こちらのお店はラブリー、食べログ 3.69、 食べログ話題のお店です。カウンター12席、そして4人掛けテーブル2個とこじんまりとした土手串カツラブリー居酒屋でございます。味噌串カツを食べるならラブリーと言われるほど大人気店。土日になると開店前から行列、1時間待ちなんか当たり前というお店でございますので、早めにお伺いした方がいいと思います。こちらは駐車場ですね。30分200円、目の前にありますのでこちらお止めください。味噌串カツが有名ですね。串カツはソースか味噌聞かれますので、お好みに行っていただければいいかなという感じです。土手飯もあります。ちょっと高いかな、土手飯はね。でも2人で、6500円でしたね。まあ串カツなら安い方じゃないかなと。おでんも有名です。ラブリー特製豚汁も今日注文しましたね。イカの一やばし、こちらがキャベツサービスですね。タレはちょっと薄味でしたね。本場大阪の 串カツを食べた私から言うと、ちょっと旨味が足りない串カツでしたね。キムチはちょい辛の酸味が効いたキムチでしたね。キムチなら焼肉セーター、焼肉馬力や一宮の山力のキムチがおすすめです。このキムチはまあごめんなさいかなっていう部類ですね。こちらがヒダハムスライス、こちらも旨味なくごめんなさいでしたね。まあ、ただお値段的に普通に食べるならいいかなと。こちらおでん具沢山ですね。味噌がしっかりかけて名古屋名物っていう感じですね。味噌は甘すぎず辛すぎず無難な味噌でしたね。多分継ぎ足したんですけど、奥深さがあったんですけど、まあ普通の味噌でいいかなって感じですね。こちらが味噌串カツとソース串カツですね。小ぶりですね。本場大阪のから比べるとまた言うんですけど、旨味は全く足りない感じでしたね。肉は厚もなく、まあごめんなさいかなっていう感じですね。窓の串カツ、味噌串カツ、おでんも無難に僕からすると普通かなというお店で、行列ができる意味が個人的には理解しがたいかなっていう感じです。こちらがぬか漬け、ぬか漬けと書いてある割にはあまり使ってない感じでしたね。ちょっと残念かなと。もっとかなり効いてパンチがあるぬか漬けを想像してました。砂肝ですね。こちらも小ぶりですね。まあでもお値段的には名古屋の中心街にだとかなりコスパ最高だというふうに思います。なので行列ができるんじゃないでしょうか。こちらが土手飯ですね。土手飯は550円はちょっと高いね。まあ400円ぐらいが妥当なんじゃないでしょうか。こちらがラブリー特製豚汁ですね。かなり熱々でしたね。ただ味噌なのであまり煮込みすぎるとくどく感じる部分が否めないかなと。やっぱ豚汁なら比較すると、すき家の豚汁と比較しますけど、お値段味どれをとってもすき家の豚汁の方が個人的には断然美味しかったかなという感じで、まあ、豚汁も350円ちょっと高いかなという印象でした。こちら一夜干しですね。まあこのお店は個人的な見解で言うとごめんなさいの部類に入るかなという感じ。ただ他のお客様には大人気で、カップ連れ、もちろん一人のお客様も大勢いました。こちらのお店はタバコがセール、結構タバコ吸う僕にとってはありがたいお店でしたね。うん、ぜひ興味がある方は一度ご来店ください。コスパは最高です。ではバイチャー。